全然決まってないですよ。今日はただスピッツ聞いただけですけど。まあ、その日なんかあれじゃないですか。今日この気分だな、みたいな。そのなんか自分の感覚に従って、今日スピッツだぞ。まあ、まず、マインドの前に、まあ、やるべきことはしっかり、明確にして、来ているつもりです。まあ、着いてから今日何やるかなんではなくて、まあ、一週間通して、何やろうかな。何やるかしっかりスケジューリングして、あとは、まあ、やっぱり毎日すごい、もちろん体が疲れてる日とか悪いですけど、やっぱり、向上心持ってやれてるかなっていうふうに思いますね。少しでもできなかったことができるようになったりとか、まあ、ウェイトで言えば少しも重いの持ち上げられたりとか、いいフォームでできたりとか、そういうのを感じられるとすごい楽しいです。ストレッチは結構やっぱこだわってやってる感じですね。やっぱ準備すごい大事。やっぱ準備はうまくというかちゃんとやられてないとなんかちょっと不安な気持ちで、ここ大丈夫かなとか、腰は大丈夫かなとか思って練習始めちゃうとやっぱりパフォーマンスでもいい気がすると思うんで、そこはやっぱり、まあ、少し早く起きてでもちゃんとやろうって思います。今日気がする可能性あるかなというか、ちょっとそう思ったのはあれ。行ってきます。ナオトとは、たまに会うぐらいですね。会うじゃん。カフェ、たまにカフェ行きます。お茶しに行きます。ナオトの密着とかって、うん、なんかあります？こいつ密着すること。ねえよ。その休みの日とか何してんの？それだけは言えねえ。あれ？まずは結構午前中は、意外とサウナ行ったりして、うん、整えてる。まあ重要だなと思ったところと、あとまあやっぱゲームウィークだったらそのフォーカスとか、まあまあそれもやっぱ重要だなと思ったところ書くのと、あとはなんかこう自分にない視点の話とかがあったら書くようにしてます。逆にそれはこうなんていうか、まあ自分の考え方というかと同じだったりしたものはあんまり書かないかもしれない。始まる前はやっぱりその日のフォーカスアタックなのかディフェンスなのか、まあざっくりだとアタックなのかディフェンスなのかとか、そのディフェンスの中でもまあ何が重要なのかとか、だいたいミーティングで出る内容がやっぱりその日のフォーカスでそのままドリルにつながっていくんで、そういったところはすごい考えますね。やっぱ今やっぱ 何にフォーカスしてやってるのかっていうのは、やっぱそういうのは理解してないとこう何かこう伝えるときとかにもそこずれちゃうと説得力ないというか、まあ実際自分の成長にもつながらないなと思います。よいしょ。ナイスキーパー。
サントリーもそうですし代表でも豊さん抜かなければやっぱ9番切られないっていうのは思ってるので、まあ、なんかもうそこに関してはもうなんていうんですか、社会人になってからもうずっとあるずっとやってきた競争なので、まあ、もちろん抜くつもりでいますけど、なんかそこに対してなんかこうストレスとか、 なんかプレッシャーがあるとかそういうのはもうなんかありません。2人目の状況を見て判断しよう。 OK。 ナイス。なんかまあ自分はその大学生の時に清さんが明治の監督だったので、なんかそのイメージの方が強くて、なんでこうたまにこう2人で話したりしてるとなんかこう不思議な感覚になるというか、まあでも実際話してみてやっぱりこうやっぱそのサンゴリアスのあるべき姿とか、だから今年こういう風なチームにしたいとか、そういう話をそうしてもらえるので、サンゴリアスが大事にする部分とか、まあ、その勝ってきた部分っていうのをなんかすごいこう、まあ、多分理屈じゃない部分とかが絶対あると思うので、そういったところをすごい、まあ、チームに浸透させてほしいなと思いますし、それをやっぱり リーダーとしてもやっぱうまくこうコーチに立ってる監督が伝えたいことをうまく選手に流せるように自分も努力したいなと思います。まあ、ふいさんは自分の高校の2つ上の先輩でもありますし、これは本当になんかこのこのカメラがあるからとかじゃなくて、本当に尊敬してる先輩だったので、そういった先輩とサンゴリアスのキャプテン務めさせていただけるのは本当に嬉しいですね。ジャス。私は西野かなと清水翔太です。この間のキャンプも一緒の部屋で、ちょ上がる曲流していいですかって言って西野かなでした。まあなんかちょっとそこまではまだ詰められてないんですけど、でもやっぱり、まあ、まず前提としてすごいハードワークする全員でハードワークするチームになるべきだなと自分は思ってます。斉藤直君についてちょっと語ってもらいたいと思います。ビオタクです。ラグビーオタク。部屋行ったことある？ある。どう？リビングに、ストレッチポールと、あとストレッチバンドと、リビングにストレッチするため の, あの丸いボールが常に転がってて、で夜ご飯は、なんか温野菜の蒸し器の中に、人参、ブロッコリーと、ささみみたいなに、アニメの野球のメジャーをずっと見てやっぱりそれだけストイックなんで、年下ですけど、めっちゃリスペクトしてます。いいね。でもみんなあれですよね、ラグビー好きとかですよね。ちょっと変えてほしいな。ちょっと変えてほしいですよね。こんにちは。大学1年の時に、大学1年生の夏に僕、ナオさんに虫取り誘われたんですよ。ピカッと思います。思います。で、僕その時ちょっと行けなくて、でナオさん、石神井公園までチャリで行って、カブトムシ取りに行ってました。あ、お願いします。はい、これ、チキンと生姜焼きいけますか？お肉ダブル。はい、いいです。お願いします。お魚なしね。はい、ありがとうございます。そんな食えよ。で、ライスでいいですか？あ、ライスです。お願いします。いや、魚は寿司で。寿司？なんか嫌いなの？いや、好き。好きなの？寿司好きっす。寿司ね。兄さん、襟立ってる。ないっす。なんねえだろ。やばいっす。結構なんか使ってもらった。やばくはないっす。使ってもらったことないの？いや、使いますよね。やばい。元気さん。てか、身長一緒ぐらいじゃない？いや、僕の方が好きっす。いや、僕の方が。もちろんです。ちょっと並んで、並んで。マジ背伸びやって、あー、はい、背伸びしてる、背伸びしてる、全然背伸びしてる。ちゃんと見えてあって。僕の方が大きいです。と、ナオトの勝ちです。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。どんぐりですよ、どんぐりの背比べです。
先飛ばす。あ、オッケー。でもそのハードワークってところはすごい大事だと思います。やっぱり最後でその走り勝つってところもやっぱりサンゴリアス、まあ僕もまだ3年目ですけど、やっぱ自分の知ってるサンゴリアスってやっぱりこうどのチームよりも走って、どのチームよりもハードにトレーニングして、で結局最後勝つ、でそういう意味ではまあ個人としてもそういう風なチームの象徴になれるように、もちろんいろんなハードワークの仕方あると思うんですけど、まあ、グラウンド上で体現していけたらなと思います。まずはやっぱり、リーグワン優勝。もうそれはもう必ず、しなければならないと思うんで、まあ、去年と一緒じゃ間違いなくダメだと思うんで、そこを絶対何か、チームとしてしっかり変化、変わって、優勝したいです。個人としては、まあ、リーグワンしっかり、まあ、コンペティションしながらも、9番来て試合出て、チームをリードできるように、あと来年本当に大事な年なので、しっかり成長したいです。